トラスラジオ。アトラスラジオ。復活。復活ですね。久しぶりですね。久しぶりですね。10日ぶりぐらい。そうですね。はい、ではね、早速ちょっと宣伝させていただきますね。はいはい。はい、まずですね、7月の22から22、23、24、25の、鑑定会と、あとですね、ヒプノと、あ、ヒプノはね、結構埋まっちゃったんですよ。おはい、だからね、23日はちょっとだけ空いてるかな、ヒプノ。で、あとはですね、アーリンさんの23日の鑑定会が、午後から夜にかけてとかね、まだ空きがあります。空いてる。空いてるので、ね。どれぐらい空いてるんですか？ね、ちょっと見ないとわかんないですけど。また、ビビビのビンタロウブログの方とかでも、うん、空いてる時間帯を出しますので。うん、はい。あと、まあ、あまり、ない機会ですからね。そうですね。はい。うん、あとはね、柴原さんの、ヒーリングマッサージ。うん、こちらもね、午後の方とかが、午後から夕方とか空いていますので。なるほどね。はい。あとね、新藤定明さん。うん、なんかね、救霊師っていうんですか、霊を救う職業。うん、なんか珍しい職業の方です、ね。その前に自分を救わない人だね。自分を救わない人ですか？はい。で、新藤定明さんの鑑定もね、ちょっと、どんな鑑定か受けてみたいなという方ね、うん、ちょっと申し込んでみてくださいね。はい、はい、あとですね、あ、そうだ、近光ロザリオで入金された方でですね、近光ロザリオだという名前で入金されている方がいらっしゃって、うん、ちょっとね、どなたかわからないんですよ。近光ロザリオだ、だだから、何ですか？なんかね、だから始まる名前とか検索してみたんですけど、ちょっとね、分からなくて、うん、はい、あともう一方、ね、T さんという方がちょっと、うん、分からない方がいらっしゃいまして、うん、もしね、入金したのにロザリオが届かないよっていう方は、うん、お問い合わせしていただきたいと思いますので、だ、僕とこそうだというのは私ですとか、うん、なんかね、その振り込みする人の名前で入金してしまったので申し込みの人と名前が違っちゃったとか、うん、そういうことがね、結構ありますので。なるほどね。はい、はい、ということと、あともう一つですね、はい、未確認プロレス、うん、で、こちらの YouTube に出演していただいた、吉本興業所属のバンジージャンプさん、うん、こちらの方の紹介をちょっとさせていただきますね、うん、で、バンジージャンプさんからね、ちょっと紹介文いただきましたので読みます、うん、はい、吉本興業バンジージャンプのクモンと柴田です。はい、クモン和弘さんと、柴田なんだっけ、柴田裕二さんなんだっけとか言っちゃってごめんなさい。はい、クモン和弘さんと柴田裕二さんの2人組。はい、吉本の秘密兵器と言われて21年、うん、未だ秘密のまんま、普段は渋谷新宿を中心にライブ活動をしています、うん、なんと21年間秘密兵器のまんま過ごしてしまったと。秘密のまんま。秘密のまんま。でもこの方たちのお話ね、面白かったんですよ。うん、そうそうそう、ね。未確認プロレスね。うん、面白かったち、まあ、怖い話なんですけれども、うん、お話もね、上手だと思ったので、うん、なんで秘密のまま隠されちゃってるのかなってちょっと疑問に思いましてね。そうね。そうですね。うん、きっかけさえあればね。はい、ということでちょっとね、皆さん応援してあげてくださいね。で、ね、吉本公式 YouTube チャンネル特盛バンジージャンプとか、あと公式クモンの女子プロ座談会とか、うん、YouTube が上がってるので、URL を紹介してあげます。はい、ということでですね、皆様、そろそろ、未確認プロレスにこちらの方のが上がってくるかと思いますので。未確認プロレス盛り上がんないですね。どうしてでしょうね。まだ未確認なんです。まだ未確認ですかね。まだチャンネル登録してない人多いですからね。はいはい、ね、今回はそのリングの上で収録してましたもんね。なんかすごく雰囲気が出てたのに。ねえ、ね、どうぞ皆様ご覧ください。チャンネル登録お願いいたします。プロレスと、はい、オカルトの融合が図られてますよね、はいはい、うー、図られてるんですかねって興味はなくすようなこと言わないです。すいませんね。
そうですね。そう、なんか意外な人が意外な体験をしてたりね、しますからね。そうですね。はい、お話聞くのが面白いかなと思います。はい、はい、ではよろしくお願いしますね。はい、お便りいきまーす。はい。はい、ですね。山口敏太郎タートルカンパニー様、この度は近道ロザリオありがとうございました。はい、と、また先生が嫌いなロザリオの効能に。またそんなことや。なんかね、続々と来てるんですよ。だからね、ちょっと紹介さして差し上げようと、うん、はい、9日に受け取りました。確かに左手の指5本で持つとビリビリする感じがします。考えすぎだってそうですか。でもビリビリするんですってよ、うん、ね、家族で体が硬いもので1度目の前屈をした後試しに持ってもらい、2回目で少し前屈が伸びました。え？と声を出していました。ほう、猫に触らせてもいいかどうか分かりませんでしたが、少し体調が悪かったようなので猫の左前足指、肉球で触らせてみました。本人はしれっとした感じで左前足を置いたままにしていました。平気なのかな、山口氏が呪詛で、咽喉を、痛めているということを YouTube で知りました。喉ね、喉が痛めていましたね。ちょっと復活されましたか。そうだね。はい、ということでね、アメブロで呪詛返しのことを書かれている方がいらっしゃいますということで紹介してくださってますね、うん、もう一つ、対症療法的ですが、で、私も喉が弱いのでいくつか喉の状態を良くしてくれそうなものをご紹介します、うん、大箱茶、大箱の葉を粉にしたものでお湯で溶いて飲むもの、マヌカハニーってあれですね、あの、なんだっけ、蜂蜜の一種ですね、はいはい、マヌカハニー、プロポリス、アルコールの入っていないもの、うん、マヌカハニーと混ぜて舐めるといいです、うん、はい、アップルブランデー療法、飲むのではなく容器に入れて揮発成分を吸気する、うん、アップルブランデーですって、なんかおしゃれですね。なるほど、はい、最初は咳込みますが痰が出やすくなり数日で喉が楽になります。エドガー・ケイシー療法の一つ、カルバドスという銘柄を使う。余談ですが、生アーモンドを食べるとがん予防というのもケイシーの食事療法にあります。はい、あとホールズキャンディーのあれですね、ホールズ EX ハイパーミント黒いパッケージ、喉に効きます。ということで、お大事になさってくださいませと心配してくださってますね。はい、ね、名前がね、ですね、OA さん、OA さん、OA さん、うん、はい、どうもありがとうございました、うん、はい、次がですね、はい、いや、前回ですね、ゲリー板橋さんのお話をね、うん、読ませていただいて、ちょっと続きを読みますね、うんうん、私は以前は警備会社に勤めていましたが、今は流通、倉庫内作業の仕事に就いております。もうこの業界に入って10年以上になりますが、倉庫の世界にも階段はあります。敏太郎先生の日本怪奇行にも倉庫にまつわる階段がありましたね。あれですか、日通の時間さんですね。ありましたね、うん、私は大阪湾に浮かぶ人工島の倉庫を渡り歩きましたが、奇妙なことに私が聞いた怪談、もしくは私が遭遇した気配は新しい倉庫、最新の設備を備えた倉庫、土地の因縁というしがらみのない海の上の人工の土地で起きたことなのです。うん、某倉庫では私の同僚が朝一番に倉庫内に入り、設備の点検作業の準備を行うのですが、倉庫内に入る窓からの朝の日差しを受けて誰かが佇んでいる、うん、おかしいな、誰も出勤していないはずなのに、近づくとさっと走るように消える、商品が格納されている棚と棚の間に誰かがいる、うん、誰だろうと思い近づくと誰もいない。また別の某企業の倉庫では作業をしていてふと何かの気配を感じると小さな女の子が棚と棚の間にいるという話がありました、うん、それを見たという同僚も何人かいました。しかしその女の子の特徴、年齢や服装も曖昧で、小さな女の子というのだけが共通項で、中には着物を着ていたというのもあり、
信憑性には問題があるにはあるのですが、その女の子を見たという人たちがお互いに交流はなく、またその女の子を見たという時期がずれているのも妙な話ではあります。ここでもやはり人影が通路や棚と棚の間を走るという話もありました。また別の倉庫では誰もいない部屋の電気がついたり、白い影のような女性が倉庫内で目撃されたりするという話もあります。まあ他にいろいろあるのですが、そろそろ私の話で終わりにします。私が某医療機器企業の倉庫にいた頃、私は一人で製品の管理と出荷業務を担当していたことがあります。それほど広い範囲ではありませんでしたが、一人で管理して仕事を行うには広い空間でありました。商品をリストの指示に従いピッキングをしていると、棚の向こう側に人影というか、誰かが同じようにピッキングをしている、そんな気配がして、おや誰だろうと棚の向こう側に行くと誰もいない。また商品の格納をしていると、棚の向こう側で誰かが移動している、棚の向こう側に行くと誰もいない。対人センサー付きのシャッターが誰もいないのに動く。こんなことは結構当たり前にありました。しかしなぜかこの影の人々が同じ仕事について、同じ業務についている同僚のような気がして、怖いとか薄気味が悪いという感じは受けませんでした。むしろ親近感さえ湧いたものです。なぜ人工島の新しい倉庫で奇妙なことが起きるのか。倉庫の建設中に事故に遭った作業員の人の魂だという人もいれば、海の上だから霊が集まるのだという人もいますし、人工の場所の上に立った歴史を持たない建物だからそういったことが起きるのだという人もいますが、私には分かりません。でもそれがどんな場所であり、新しい場所であっても、人間がそこにいる限り怪しいことは起きるのかもしれません。倉庫に関する会談にはまだ話があるのですが、今回の影のテーマから少し外れますので、またの機会に譲ります。それではまた、ということでね、ゲリーさんでした。ゲリー板橋さん、ね、なんか倉庫にはいろいろといそうですね。うん、多いですね。多いですか、倉庫の中ね。怖いですね、なんか一人で作業とかしていると、うん、はい。あとはね、歴史とかがない人工の島の上で、うん、いろんな怪異が起こると、うん、まあ、ありえますね。ありえますか、はい。ね、その棚と棚の間に入っているとか、うん、ちょっと発見したら怖いですね。そうですね、はい。ということでね、ゲリー板橋さん、どうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、山口敏太郎先生、奥様アイムさん、補佐官さん、夢郎さん、他タートルカンパニーの皆さん、こんにちは。ココペリと申します。ココペリさん、今朝不思議な体験をしましたのでメールします。昨夜就寝してから日付をまたいだ頃に、ふと目が覚めてまた眠りにつこうとした時に、か細い女の子の声でグッバイと言われました。その時は何だろうと思ってまた眠ってしまいました。その後目が覚めてから何だったんだろうかと考えていたら、あーと思い出しました。忘れていたわけではないのですが、今日は産んであげられなかった子の出産予定日でした。生まれ変わるのかな、だからお別れの挨拶に来たのかな、そう思った途端に涙が止まらなくて、毎年こんなことはなかったのですが、やはりお別れの挨拶に来たのでしょうか。あれから30年、人は何年で生まれ変わってくるのか分かりませんが、今度は優しい人のところに生まれておいでと思うことしかできません。長々とまた書いてしまい申し訳ございません。最近の敏太郎先生のお疲れのご様子心配です。無理なさずにご自愛くださいませ、ということでですね、このね、女の子がグッバイと言ったのはね、何でしょうね。そうですね、はい、生まれ変わって来ようということですかね。そうでしょうかね、はい、お別れを告げに来たんでしょうね。ですよね。まあなんか結構人は生まれ変わるまでに何百年とかかかるという話も聞いたことが、
いやでも、はい、数十年で生まれ変わるっていう人もいるんですよ。もういるんですね。はい、あと速攻で生まれ変わるっていう、速攻で生まれ変わるんですか。うん、なんかね、いろいろとどうやって決めるんでしょうね、その生まれ変わるのはね。まあね、霊能者によっては100年ぐらいかかるっていう説もありますしね、はい、それは神様か何かに指示されるんですか、あなたそろそろ生まれ変わったらみたいな、お前そろそろ生まれ変わりって言われるんじゃないですか。言われるんですかね。へえ、ね、ということでした。はい、コッコピリさんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、あ、これね、ロザリオを申し込んだ方でですね、法王の話がよく来ますが偽物ばかりなので本物の法王だと思いますということでね、写真送っていただきました。法王、また、はい、またそんな写真ですか。そうですよ、車を運転しながらスマホで撮ったので分かりにくいですが間違いなく法王です。一度見ていただけたらと思います。あと私も UFO を見たり不思議な体験をしています。リスナーさんほどではありませんがそのうち話せたらと思っています。ということでね、ケリーさんっていう方から写真いただいてますよ。どうでしょうね、方をちょっとカラーにした方が分かりやすいかな。どうか方を、方をどうか方をありますか。方をっては方をですよ。方を違う。じゃあ2枚目はどうでしょうかね。ただ雲ですよ。雲ですか。ちょっとこれやっぱりカラーの写真にしたら分かりやすいかもしれませんね。なんか最初から疑ってますけど、ちょっとね白黒だと分かりにくいけど、なんかそういう尾っぽをね広げたような形になっていると思いませんか。思わないな。思わないですか。はい、ということでね、ケリーさんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、ビンタロー先生、アイム様、スタッフの皆様こんにちは。初めてお便りいたします。大阪府在住のサラリーマン、56歳男性 T と申します。 T さん、こちらのチャンネルを聞き始めてから約3週間になりますということで、まだ新しい方ですね。新しいリスナーですね。はい、新しい方ですね、うん、はい、通勤途中車を運転しながら聞いています。今はバックナンバーから手当たり次第に物色しているところです。うん、早く追いつきたいので 1.5 倍速とか 1.75 倍速で聞いています。結構早口になっちゃってますか、そうするとね。そこまで早くないですよきっと。はい、ということでですね、たまに標準速度に戻すとどちらが正しい時間の流れかわからなくなってきます。はい、小林亜星さんの回を聞いてマンデラエフェクトという言葉を知りました。私も小林亜星さんは亡くなっていると思い込んでいたので、なるほど、マンデラエフェクトは確かにある、ふむふむと妙に納得した。その日の午後、亜星さんの訃報が流れてきてびっくりしました。亜星さんは88歳で死ぬと決めていて、その通りになったそうです。すごい人だなと思うと同時に、このすごい人を絶妙のタイミングで私に投げ込んできたアトラスラジオも何かを持っているすごい番組です。うん、結構ねあるんですよ、なんか放送したら次の日にその人の何か、ね、ニュースやってたとか結構ありますね。ありますね。はい、実は私、ビンタロー先生のことを全く存じ上げませんでした。え、そうそう。はい、このチャンネルを見つける少し前、マツコの知らない世界で先生が出ている回を拝見したのが最初です。あれは再放送だったのですね。あ、再放送のやつを、ね、ご覧になったんですね。はい、はい、番組の中で先生がテレビのある国には UFO 特番があると言われたのを聞いて衝撃を受けました。この人はただものではないと思ったのです。なんか面白いですね。わかんない。テレビのある国には UFO 特番がある、そう、必ず UFO 特番をやるってことですね。まあそれはそうですね。そうですね、はい、それから間もなく偶然このチャンネルを発見したわけですが、ただものではないどころか、先生はあの大月教授を打ち負かした伝説のファイター、オカルト界の桜庭和志と呼ばれる男だったのですね。そうですよ、呼ばれてますか、オカルト界の桜庭和志。自分で名乗ってます。自称自称自称
いやでも仕事したら事実ですから、ね、はい、そうですか、タップを取ったのは、はい、そうですね、はい、妻はテレビで見たことがあると言ってましたから、私もどこかで見ていると思うのですが、何か不思議な力で遮断されていたのかもしれません。これは何エフェクトですか、それとも私がぼーっとしていただけでしょうか。だって先生のね写真とか、あのねコンビニとかで売られてる本にね載ってたりしますよね、うん、そう、あとはね、マツコの知らない世界で先生も結構5回ぐらいね出演されてますよね。もう8回ぐらいだよ。8回も出演してますか、ね、ということでですね、ね、こちらの、サラリーマン T さん、多分ね、あのマツコの知らない世界のなんか昔のやつで先生をご覧になってるんじゃないかなと、なるほど、ねね、思いますね、うん、そんなにたくさん出てましたか先生。でで再放送とかね、再放送とか、ね、そういうのも入れたら8回ぐらいになってます。そうですか、はい、もともと若い頃はオカルトや精神世界に興味がありました。ジャル機の巨大 UFO 遭遇事件に興奮した世代です。そんなのあったんですか、ジャル機の。寺内さん、巨大 UFO、うん、寺内機長は、はい、けれども社会人になり仕事と子育てに追われ忙しい毎日を過ごすうち、いつの間にかオカルトに反応するみずみずしい感性や好奇心が枯れてしまったのだと思います。アトラスラジオを聞き始めて眠っていた何かが目覚めたような気がします。あ、なんかね結構そういう風に言ってくださる方ね多いです ね、 なるほどね、そうそうね、なんかが呼び覚まされたとかね、はい、前置きが長くなりましたが、私自身は霊感の方は全くダメで感度が鈍く、幽霊も UFO も見たことがありません。一つだけちょっと気持ちの悪い体験があるのでお話しします、40年近く前、学生時代の出来事です、ある日のこと、私は自宅で新聞を読んでおりました、当時購読していたのは読売か産経か覚えていませんが、多分そのどちらかで、おそらく朝刊です、読者の投書欄に目が留まり、その日は怖い話、体験談みたいな特集でした、はい、こんな特集を組むくらいなので季節は夏の盛りだったと思います。いろいろな投稿がある中、ある女性の話に興味を惹かれました。ざっくりした内容はこうです。ある日子供にせがまれて幽霊の絵を描いた。するとその晩、まぶたが腫れぼったく痛みを感じた。これは初めての経験ではない。幽霊の絵を描くと必ずまぶたが腫れるのだ。もう幽霊の絵を描くのはやめようと。それだけの話なんですが、私は隣でテレビゲームをしていた弟に、これ読んでみろやと新聞を渡し感想を聞きました。おもろい、やってみよう。早速私たちは鉛筆で折り込みチラシの裏に幽霊の絵を描きました。まぶたが腫れるのですからお岩さんに違いないと思って、できるだけリアルにお岩さんの顔を描きました。描き終えるとくしゃくしゃに丸めてゴミ箱に捨てました。そうして自分のやったことをすっかり忘れていました。その日の夜です。台所で母が夕食の準備をしていました。こちらに背を向けて流しの前に立っています。振り返った瞬間、私はあっと声を上げました。片目がお岩さんのように腫れ上がっていたのです。どないしたんや、廊下の柱でぶつけたんよ。私はよほど感度が鈍いのか、その時は母の腫れ上がった顔とあの幽霊の絵がリンクしませんでした。災難やったな、冷やしときやぐらいのことを言って終わりだったと思います。ゾッとしたのは寝床に入ってから。あの絵だ、あの丸めて捨てたお岩さんの絵が原因だ。それ以来幽霊の絵は描かないようにしています。以上、私の持ちネタではこれが一番怖い話です。怖い話は好きですけど、自分ではあんまり体験したくない方なので、幽霊も UFO も遠慮してくれるのか、ご紹介できるような不思議話は少ないです。家族や友人から小ネタを集めてまた投稿したいと思います。それでは皆様、蒸し暑くなってまいりましたが、お体に気をつけて頑張ってください。ということでね、絵を描くと本当にそういう風になっちゃうっていうとね、漫画家さんとかどうなんでしょうね、うん、そうですね、はい、漫画なんかよくありますよね。ありますか、はい、あの梅津和夫がね、はい、妖怪の絵を描いていて、はい、で自宅で絵を描いてたら、はい、その妖怪を訪ねてきたって。
え、その妖怪が来ちゃったんですか。あの女の人妖怪で、はい、私のことをどうして知ったんですかって、はい、こう頭に手の間、はい、こう、はい、妖怪が訪ねてきたって話がありますよ。本当なんですかね。本当ですかね。あれは怖いですね。不思議ですね。怖い。私も実はなんか昔やってたブログで、うん、ペットのことについてなんか幽霊の変な漫画みたいなやつ作ってたんですよ。そしたらその後ですね、ペットが2匹とも行方不明になっちゃったんですよ。で1匹はね割とその日のうちに見つかったんですけど、うん、もう1匹がね2週間ぐらい行方不明になって、それでも見つかったんですけどね、それもまたちょっとね不思議といえば不思議ですけど、でやっぱりねそのなんか幽霊みたいなやつの漫画を描いたからかなって思ったんですよね私も、うん、やっぱそういうものはなんかいたずら半分で描くものじゃないなと思いましたね、うん、はい、というマイナスのものはマイナスを招くというということですね、はい、ということでですね、こちらの、大阪府のサラリーマン56歳男性 T さん、はい、どうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、あの昭和やってまいりましたよ。昭和昭和ですか。はい、あ、なんか物が乗ってますけど叩けますか、うん、ポン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 叩けますか。叩きましょうか。久しぶりに叩きますか。なんかバチがなくなってました。バチがなくなってました。ああ、ありがとうございます。叩いて楽しそうですね。はい、はい、昭和コーナー、はい、ですね、こちらはね滋賀県の HK さん、はい、で前回はねあの不思議な話を読んだんですけど今回、うん、昭和ネタ、昭和ネタ、はい、昭和のアホな小学生、うん、僕は小学生の時はアホだったので小学1年生の授業中は周りを気にせず鼻くそをほじっては机の裏にこすりつけていました。あ何も考えずにペチョーっと、うん、詳細な場所は引き出し入れの 下裏側の金属部分全体にです。そこは周りからは見られず手がさっと届くのです。それが毎日毎日鼻くそが出る限りペチョペチョです。しかしなぜか誰にも気づかりませんでした。つけ始めて数ヶ月したある日、ふと手で机の裏全体を触るとトカゲの鱗みたいにザラザラになっていました。ちょっとやばいねこれ。毎日こすりつけた鼻くそがびっしり固まっていたのです。うわー、ほんまザラザラでした。そこで心配したのは席替えです。小学1年生は席替えの時机はそのままで引き出しと座布団給食袋だけ持ってそれぞれ席を移動します。僕の鼻くそ机に座ったのは女子の Y さんでした。かわいそうに。やだねこれ。バレるかとヒヤヒヤでした。しかしさすがに机の裏は触らなかったようでバレませんでした。ほっ。その机は翌年の春良い子の新1年生に引き継がれたと思います。あ、それと僕のメールが去年初めて読まれた時に住所を書いていなかったので僕はまだ開運はがきを見たことがありません。どうか開運はがきをください、お願いします。ということでですね、この方はねスティックを先に送っちゃったかな。でね、開運はがきね確かね、うん、切れてしまいましてね。切れた、切れちゃったんですよ。開運はがきだから新しいのができたら送って差し上げようかな。うん、そうやね。はい、で1枚ぐらいなんか私のサインのが残ってたかもしれないけど、うん、運気を下げますので、それか もし残ってたら先生にサインいただいて送って差し上げようかな、うん、とね、はい、そう、開運はがきと言いながらなんと去年のあれですよね、夏の何でしたっけ、サマーメールって言うんでしたっけ。そうね、夏の初中見舞いはがきなんですよ。そうなんですね。ね、うん、ですから新しいのはちょっとちゃんとした形式になるかなと。今年のバージョンはね。今年のバージョンね、うん、デザインも変えますか。うん、変えましょう。あ、いいですね。ニューバージョンの開運はがきね、うん。はい、ということでですね、ちょっと汚いお話でしたね。はい、でもね、鼻くそほじくってる子いましたよね。いや、僕はほじくってましたよ。ほじくった後どうしました。ほじくっ、いや僕も出し続けたんですよ。やだ、もう
相当ね、小学校の机相当汚いですね。いや、それで、うん、この大きい鼻くそが出たら、はいはい、見せたくないですか？なりませんよ。こんなでかいの取れたよ。見せませんよ、そんなの。友達とかに、はい、見せました。こんなでかいの取れた。友達はそれでさ、おお感心してましたか？ええ、びっくりしました。本当男の子ってわけわからないね、ね、ちょっとそういうで、女の子がそれ見たら、やだ何々くんたらってね、汚いとか、演歌帳って、いや、やりますね。やりますよ、必ずこう羅列しますよ。何ですか、こう鼻くそ、今日の鼻くそ、明日の鼻くそって、はい、信じられない。はい、そんなことしてますか、うん、もう小学校の机は汚い、汚いということですね。はい、はい、ということで HI さん、あ、間違えちゃった、 HK さん、どうもありがとうございました。ということでね、前半はこんな感じですね、はい、こんな感じですか。はい、はい、じゃあ、残り後半、はい、後半に続く、はい。